はい、今日はですね、楽天モバイルを検討している方にちょっと参考になればいいなと思って動画投稿します。で、今、現時点で使ってるキャリアがですね、楽天モバイルは NTT ドコモじゃないとですね、できないっていうことになってます。で、私は au の、ガラケー使ってたものですから、NTT ドコモの端末を買わなければいけませんでした。で、こちらの iPhone6 のゴールドの、どうでもいいんですけど、それの iPhone6 を、Amazon で購入しました。新品未使用ということで。で、まあ、SIM フリーが一番ベストなんでしょうけれども、私これ白ロムっていうのを買いましたね、新品の。ヤフオクとかでも結構売られてますけどもね。できるかちょっと不安だったんですけども、現時点でできてますね。で、どんな、こういったものですね、楽天モバイルから送られてきてます。来ますね。こういうカードに、この SIM、これが SIM カードです。格安 SIM カードと呼ばれるものですね。で、まずこれから今検討している方にですね、準備ですね、これだけは必要ですよっていうことをちょっと説明したいと思います。まずは先ほども言ったように NTT ドコモ回線のですね、端末ですね。これだけあればできるのかな。あと僕はですね、アクティベーションカードっていうのを、これも通販で、最初ね、これ新品で来る予定だったんで、用意しましたね。もうアクティベーションカードもこんなもんで、今ちょっとここに、あるのかな。これで最初は iPhone の初期化を行ってから端末の設定しましたね。で、契約前に今か、現時点でキャリア、au だとかソフトバンクとか、もちろん NTT ドコモの人もいると思うんですけど、その前にまず NTT ドコモの端末を用意してもらうっていうのと、あとは今使ってるキャリアにですね、電話しなきゃいけないです。電話か、もしくは、私 au だったんですけど、au は電話で MNP 移行できましたね。MNP とは、現時点で使ってる電話番号をそのまま継続して使えるというシステムでですね、これ非常にみんな愛用している方も多いと思うんですけど、それをいただくのに、MNP のですね、予約番号っていうのをいただかなきゃいけないんですよね。それで、まあ、金額今回2160円かかりましたね、au はですね。まあ、これを電話して予約番号をもらうときに、すごいいろいろですね、いや、もっとこういう方法あるんですよとか、いろいろ言われる、それをもう自分の気持ちは固まってるということで、もう解約したいっていうことをお伝えしないとですね、全然もう強制的にですね、いろいろ言ってくるんで。もうこれは予約番号欲しいって、もうはっきり言わなきゃダメです。で、予約番号をもらったら、もうその時点で解約ではないです。その予約番号で楽天モバイルに申し込んで、初めて現時点のキャリアが解約となります。私の場合 au 解約という、自動的に解約になります。それはもう話して聞いていて、いることなので間違いないですね。で、その手数料が2100円。これ、更新付きだと解約手数料かからなかったんで、2160円ってことですね。まあ、今までキャリアとかは、更新付きとか決まってるのでね、それ間違いないようにしてもらいたいと思います。で、楽天モバイルに入るには、ネットでも調べてもらったら分かるんですけど、楽天モバイル申し込みとかって検索したら出てくるんですよね。で、それで、
手数料で最初どうしても必ず3000円ですね。消費税込みです、これ2つとも。これは絶対かかってきます。どういう場合でも、格安 SIM とあろうとも。まあ、かからないとかもあるかもしれないですけど、私の楽天モバイルやったの時点では手数料はかかります。ですね、それで今日はせっかくなんでですね、この端末にせっかく先ほどですね、SIM カード抜いておいたんですよね。この横の、ここですね。これに、こういうやつ来ますので、楽天側からですね。その前に、この処理が、ここで登録終わったら、来るんですよね。2、3日後ぐらいでしたね、僕は。ちょっと遠いとこに住んでるんで、普通の東京とかよりは遠いとこにいるんで、ちょっと2、3日かかりましたね。で、こちらの SIM カードのケースに、これを、この字、なんか文字書いてあるのを、上にし、ちょっと片手なんでね、つって、ちょっと見えないかもしれないけど、ここに入れます。カチンと音がするまで。よし。そして先ほど電源を切っておいたので、長押しして電源を入れます。すると同じにアップルの、こう、出てきます。これでね、結構ね、ちょっとこれ必要なものをこうやってね、立ち上がる前にこうやって見てもらいますね。はい、これでですね、もうちょっと私一回設定してるんであれなんですけど、こんな感じで、もうここ NTT ドコモになってますよね。確かですね、これ。はい。これで、APN、なんかインストールしなきゃいけないんですが、詳しい内容はですね、こちらに書いてますのでね、こういう感じでね。確か、プロファイルをインストールしなきゃいけないんですね。APN って言うんですか？アクセスポイントの登録。SIM カード端末、これね、今やったとこですね。あと電源入れて APN の登録を行ってください。これを読み込むとですね、できましたね。簡単でしたよ。大丈夫です。とサポートとかも、本当もこれも大事、これだけですよ、車。とこれついてただけなんで、これここに貼っていったんですよね。電話番号と、私データ SIM なんで、こういった感じで契約更新、契約できました。で、いろいろ使ってるんですけども、結構快適でですね、ドコモの LTE 回線でほとんど使えてますし、検索する分にも動画見る分にも全然、スカサクサク見れてますんでね。私は特に楽天のどうのこうのってわけじゃないんですけども、もしですね、検討している方とかいたらですね、もうちょっとでも参考になればなと思って動画作成しています。もしちょっとでもお役に立てたら幸いです。それでは今日もありがとうございました。失礼いたします。